ですね。他人行儀な物言いだよ。げん、はい、ねねって着てる？年取っておばさんになってます。かわいい。あ、お前さん。おお、ねね。お勤めがん。し、半殺し？なん？やだよ。
ダッキオも仲間に加えた幼者討伐軍。そのダッキの過去に渡ることでついに幼者出現という現象を超えた。そこは幼者によって誰の命も失う。しかし今の討伐軍はダッキを守る立場にある。すなわち全ての人間と敵対することになる。時を超える力のこと、滅亡に向かう未来のこと、無条件でそれらの話が受け入れられるとは考えられない。今まで以上の苦闘が予感された。私の過去にようこそ。というわけで、いきなり敵に囲まれてたりして。そうか、ここでの俺たちの敵は人間って、ありゃ父上と兄上じゃ。お二方ともこの時点ではご健勝の様子。いや、まあそうなんだが、さすがに敵に回すのはめんどくせえ。あ、そうそう、私の記憶だと途中で怖い人が来たはずだから気をつけてね。とにかくこの状況を切り抜けなければ、たとえ芝一族の方々と。出るからには責任を果たさないとね。ダッキとそれに組みする者どもを撃て。宗師さんたらやる気満々。皆さん、私をしっかり守ってね。父上、兄上、宗師さん、さすがにこの状況はめんどくせえ。ナタとやら、ダッキは追い詰めてやったぞ。捕らえたいのなら勝手に行くのに。言われなくても勝手にするよ。人間は足手まとい。おい、負けちまっただ。見事な防御でした。さあ、華麗に反撃へ転じるのです。戦場に迷い込むと突っ切るしかないか。調査、ついてこられるか。大丈夫です、大先生。どこまでもお供いたします。なんだ貴様、邪魔だよ。宗師様、あんたも邪魔するの。宗師、宗師、おのれ。ただバッキーが仕掛かっているとも思えない。守りきれなかったか。いい喧嘩っぷりだ。ダッキーは、ああ、男さん。誰がいるだろうよ。カッ！ああ、思い出しちゃった。ナタさんのしつこい追跡、ここから始まったんだっけ。こいつは、大変じゃん。何をダッキーと組み立てる。
明するのが面倒くさい。兄上、俺はそんなことを一言も。これほどの力を示すとはな。強い信念に裏打ちされているようだ。生かして捕らえる。あの者には聞くことがある。ああ、怖い人が来ちゃった。皆さん、頑張って抑えてね。スサノオ様のお力はまさしく一層とても立ち打ちできるものではございません。あのお方との戦闘は回避くださいませ。来た、スサノオ。言われた通り、ダッキは抑えてやった。あとは自分たちで片付ける。どこまでも力を感じるのはオロチ以外だ。戦人の血が騒ぐぜ。策に欠かせぬ。Okay.
俺が真の三国武装だ。ダッキと手を組む者たち、その正体は救いがたい愚者、あるいは我らの知らぬことを知る者か。敵将討ち取ったぜ。愚者の集まりとも思えない。この者らの目的知る必要がある。お疲れ様。これであなたたちも人間の敵よ。やれやれ、この先も面倒なことになりそうだ。ダッキ様、お手伝いいたしましょうか。気を使わなくていいのよ。これは私のお仕事なんだから。さようでございますか。では失礼いたします。どうも。よし、お疲れさん。父上も宗妃様も何にも言わずに行っちまったな。やっぱりこの時代の人間を全部敵に回さなきゃならないのか。そうでもなさそうだ。ほら見てみな。おーい、松だよ。宗妃様と父上の指示だ。お前たちに力を貸せとな。宗妃らは義の中枢を担う立場だ。君主たる曹操が貴様たちを認めぬ以上、今後も敵対せざるを得ない。代わりに俺たちが協力する。曹妃様と父上がお前の言葉に重きを置いた証、せいぜい期待に応えてみせる将。呂布と朝鮮が戦場にいたようだが、知らぬ間に姿を消していたが、仲間にする術があれば戦力として期待できよう。幼女の出現を防ぐためにはある場所へ行かないといけないの。オロチ様の居城、古市城よ。というわけで芝生さんたちはしっかり私を守ってね。馬長さんと半兵衛さんは邪魔する人たちをやっつけちゃって。邪魔する人っていうのはお友達だと思うけど。それじゃ頑張ってね。上場の成果ね。この度は日頃のご恩に報じたく、この島どうぞお納めくださいませ。いや素敵、お見事にございます。今のあなた、あっ